本日は私たちの結婚式にお集まりいただき誠にありがとうございます。恥ずかしながらスピーチを頼める友人がおらず、親族にも出席を断られ、式場を借りる資金もなく、タキシードも用意できなかったため、20年前の学生服を引っ張り出し、こちらの公園をお借りして滑り台の上からご挨拶をさせていただきます。高いところから失礼いたします。私は杉並のジャムおじさんというハンドルネームでオリジナル動画を作っている35歳の映像クリエイターです。私の作品は全世界に配信をされており、各方面からこいつクソワロス、言動ヤバすぎて草不可避、ファッキンジャップなどの高評価いただいております。ありがとうございます。そして私の嫁でございますが、彼女は乃木坂46というグループに所属をしており、ノーギャラでの顔出しは NG とのことなので、本日は欠席という形になりました。ご了承ください。あ、パトカーのお出ましですか。公園で遊んでいる皆さん、私の後に続いて引き出物の泥団子を投げつけてください。国家の犬に泥の裁きを、援護射撃よろしくお願いします。ラジオの水亀座有吉さん、万年ルーザーフェイスこと格闘家武蔵さんがコメントが5、6件も来る自身の人気ブログで釣りに行った記事ばっかり書いてやがったので、うん、一部抜粋をさせていただきます、うん、6月7日シーバスパトロールに行ってまいりました。やっと釣れたと言いたいところなんですが、釣れたのはシーバスではなく大きなウグイ。6月19日、今日は久々に釣りに来てます。でっかいの釣りますので乞うご期待。6月19日、魚の写メはありません。それはつまり坊主だったんですね。6月29日、今回のシーバスパトロールもシーバス釣れず。7月1日、シーバスパトロールリベンジ行ってまいります。おいもうやめろ下手くそ。お前な、多分お前釣りのセンスねえんだよ。そもそもな、どう見てもマンボウそっくりのお前がな、魚なんて釣っちゃダメだろ。生態系に影響が出たらどうすんだ。あとお前な、ブログに自撮り写真ばっか載せすぎ。元気な姿見せたいのか知らないけどな、顔が気持ち悪いんだから、もう少し読者に気遣え。手厳しすぎますよ。今日ちょっと厳しいですね。まあ、格闘家ですからね、武蔵さん。打たれ強いですから。そっちの打たれ強さ分かんないですけどね。精神も分かんないですよ。お前なんか別にお前んちのなんか大巨人、大巨人じゃないです、巨人ですよ。と一緒に住んでるからって、俺のこと軽く見るなよ。いや軽く見てないですけど、大巨人が焼くお前人のステーキよりよっぽどマシだよ、牛の方が。人のステーキ、人のステーキって何ですか。おおおお、俺食ってないじゃないですか。じゃあ嫁が人間ばっか食ってて俺何も食ってないでしょ。それ、いやそんな羨ましくねえ。いやいやいや、食ってませんから。人食ってるなんか見たことないですよ。そう、食べるかちょっとっ。あ、僕はいいです。あ、そうか、もう怖いよ俺。そんな嫁、そんな嫁見たら俺だって怖いですよ。そんな嫁じゃねえわ。怖いな。怖くないよ。犬までな、はい、何にも食ってねえだろお前。いや、あ、そうですね。何食ってんだろ。これ終わったら何食うんだよ。これ終わったら、まあ、うどんですかね。どう食うのか。暑いんで最近。どこで、どこで何うどん食うの。何食うんだよ、うどん。なんか花丸うどんとかそういう系 の、ね、あの天ぷらも選べてみたいなところが、まあ、あの暑いんでさっぱりしたもん。デブがさっぱりしたもん食うなよお前。生意気言うな。そんなお前、夏だから食欲がありませんみたいなやつがそんな体験してねえだろバカ。カッコつけやがってよ。おい、はい、デブチャーシュー麺食います。そうだろ。
はい、気持ちいい、格好つけてすいません、気持ちいい気持ちいいね、はい、暑いからさっぱりじゃねえんだよ、はい、デブなんだから。じゃあ締め大盛り食べます。はい、すいませんでした。しっかりしろ、はい、しっかりしろってなった。なんでいや、しっかりしろないと、だってそれ、うん、頼むだ、本当に、はい、もう太ってもうまい。や、マジで夏バテしたことある？ない、あんまりないです。ないの？ない。やっぱりな、お前北海道の人間なのによく東京の暑さに耐えられるな。やっぱり暑い方がいいですね。あ、そう、寒いの嫌？いや、だって雪降るんですよ、北海道は。ああ、北海道はあんまり好きじゃないの？うん。だって寒いですもん。寒いのダメなの？いや、寒いって辛いですよ、歩きにくいし。ああ、まあまあ、そう、相当寒けどな、うん、いや、でもなんか暑い方が苦手すかなと思ったけど。でも全然大丈夫ですね。あ、そう。うん、夏に食欲減るもん。でも食欲減らないですよね。減った方がいいぞ、お前みたいなやつは。稼ぎも少ねえよ、まあ、奥さんに甘えてばっかりで。奥さんかわいそうだよ、食欲落ちねえの。奥さんいつも思ってる、こいつ夏バテしねえかそうだろ。何お前の夏バテしねえんだ、お前みたいなもんが。すいません、しろ。はい、いや、夏バテ、夏バテしろって。さ、めちゃめちゃ迷惑だ、こいつ40超えて夏バテしねえでいつも通り飯食いやがるだって。いや、そうですね、あんま家のこと考えてなかったっす。あ、ちょっと食費がねかかっちゃいます、ね、一日もそうめんだけだよ。だったら幸せだなと思って。ああ、こいつそうめんだけでお腹いっぱいやってくれねえかなって。大巨人、大巨人がそんな繊細なこと考えないでしょ。いや、しっかりしろお前ら、はいはい、ちゃんと分はわきまえろ、はい、デブはチャーシュー、はい、なあ、はい、自信はそうめん。はいはい、なじみの三平、有吉さん、激おこ雪見大福こと女装家梅沢富美男さんが。ほら、知らないぞお前。梅沢さんが、俺すぐ梅沢さん女装好きですよねって言ったら怒るんだけど、女装じゃねえ。激おこ雪見大福こと女装家梅沢富美男さんがバラエティバラ色ダンディというテレビ番組で、女子高生の胸を触って逮捕された消防士が、胸の筋肉を確認しただけと供述した件について、ものすごい剣幕でこんなことを言っていました。言い訳してんじゃねえバカ、そんなの通ると思ってるのか。なんで素直にごめんなさいって言えないんだよ、いい年こきやがって。俺がな、安倍アナウンサーのケツ触ってケツに筋肉あるかないか調べただけって言ったら通るか。それで通るならな、ずっと触ってたよ。すが梅沢、生放送中にガチで女子アナのケツ触って、あのお嬢さんは発言を閉じることが多いからしっかりしろという意味でね、腰をつついただけですとほざいてた猿顔の油じじいとわけが違うぜ。なんで素直にごめんなさいって言えないんだ、いい年こきやがって。お前も梅沢みたいに女装してな、手癖の悪い息子にケツ触られろ。いろんな人ボロカスだな。トリプルプレイです。梅沢さん、消防士、ミノモンタです。釣り役になりますけどね。あげときます。パン、ラジオのセンターエビス、有吉さん、やりちん針金虫こと川谷絵音が七夕にちなんでツイッターでこんなことをツイートしました。今年も願いは同じです、姪っ子がバンドマンと付き合いませんように。お前言うな。バンドマンイコール遊び人なんてな、考えが古いんだよ。バンドマンだって捨てたもんじゃないぞ。例えばキャリーに捨てられた深瀬、ロリコンの高橋ジョージ、洗脳騒ぎのトシ、前科7班田代正史、美味しい手羽先内田優也。いや、ろくでもねえな、おい。お前ら今すぐその汚いギターを床に置いてな、演歌を聴け。素晴らしい、ね、あげときます。パン、パン出るな、出ますね、うん。ラジオの特任座布団、有吉さん、もぎママこと茂木健一郎の脳みそオタクが元トレンディエンジェルの石田純一さんに関するニュースにツイッターでこんなコメントをしてやがりました。やはり選挙戦でも靴下は履かないのでしょうか。うわー、それやっちゃう。散々やり尽くされた靴下いじり、いじられすぎて穴開いてるぜその靴下。あと、そのクソツイートに対しての周りのアホな反応な、
実は小さい靴下履いてるらしいですよ。靴下はすぐに臭くなるから長い選挙戦では靴下なしが有利でしょう。ジャンピング靴下履くそうです。ルイは友を呼ぶかよ。お前のフォロワーは面白いこと書けない病気にでもかかってんのか。それと最後のジャンピング靴下ってマジなんだよ気持ち悪い。お前さては研究のためにこいつらの脳みそ取ったんじゃねえだろうな。あと関係ねえけど、お前が大量にアップしてる顔面ドアップの気持ち悪い6秒動画、あれもなんとかしてくれよ。どんな気持ちでアップしてんだ。もう気持ち悪いおじさんの顔面はな、鏡で見飽きてんだよ。つぶやくことねえなら自分の脳みそのレントゲンでも見ながらしこってろ、この剛毛油金玉。ことだよお前最後。剛毛油金玉ってお前。剛毛油金玉パン上げるな。パワーがすごい、うん、結婚してるのにせんべい布団。結婚してるのにせんべい布団ってもう最悪だな。ふわふわです。ふわふわなわけないだろ。ふわふわの布団干してますから。お前んちの嫁なんてお前大巨人なんだから、お前ふわふわの布団もすぐぺっちゃんこになるわ。お前そんな重くねえわ。面白せてんのと一緒なんだからお前。あんなもん、いや、ふわふわのとこでふわふわとして寝てますよ。寝れるわけないだろ大巨人と。大巨人ではない、巨人だけど。大巨人の上に寝てんならふわふわだろうけどよ。わけわかんないじゃないですか俺。大巨人の上に毎日寝てるってなんでだよ。ちょっとでかいだけですよ。大巨人ではないですか。大巨人だよ。だってあれじゃ、ソバージュヘアでお前背も高くて、お前アンドレザジャイアントじゃん。それはアンドレザジャイアントですけど、ソバージュではない、ストレートですよ。綺麗な、その絵しか浮かんない。ストレートのわけないだろ。綺麗なストレートです。大巨人がどのぐらいでかい。大巨人はお前テンパーって相場が決まってんだよ。あ、じゃあその相場から外れてる。ストレートの大巨人なんて見たことねえだろ。 うちにいますよ。大巨人ではないですけど。新種だな。じゃ珍しいですね。新種の巨人よ。まあちょっとでかいだけですよ。新種の大巨人。ちょっとでかいストレート。うん、首の後ろ切るぞ。駆逐されます。いや、こう抑えますよ向こうも。そりゃ、そりゃ、有さん、有さんがさーってきたらそれパッと。百人がかり。え？百人がかり。稲葉物置の社員連れてもね。あいつら何もできないんですよ。ボーッと乗ってるだけなんですから。大丈夫しか言わないんですから。だって偉い順から偉い順に乗ってるんですから。ハンモックなんか作りましょう。ハンモック無理ですよ。有吉さんこんばんは。私はこのラジオ番組開始当初から聞いているベンジョムシ系女子ですが、この度晴れて入籍することできました、うん、付き合いたての頃はこのラジオを聞いているとは恥ずかしすぎて相手に言えず、日曜の夜はなんだかんだと理由をつけて会うのを断っていました。すげえな。しかし時を経てついにカミングアウトができ、うん、こんなことを言えるのはこの人しかいないと結婚を意識するようになりました、うん、一度二人でサンドリを聞いてみたことがあるのですが、うん、ちょうどズル向け軍と包茎軍の全面戦争のあたりで相手は爆笑していたんですが、私は少々気まずくあまりいつものようには笑えませんでした、うん、その空気を察してくれたのか、その後は日曜に会うことになっても夜8時前には帰宅できるよう配慮してくれ一人で心置きなく聞くことができています。はあ、サンドリのおかげで周りの人間を避けるように生きてきた私が自分をさらけ出し、うん、相手の優しさに気づくことができました。有吉さん、ゲスナーの皆さん、スタッフの方々、女子が決して聞いているとは知られたくないように、うん、知られたくない内容にしてくださり、うん、本当にありがとうございます。おしゃれが売りの FM でこのスタンス大変だと思いますが、どうか今後も続けていってくださることを切に願います。サンドリは人と人との絆を図る指標だと思います。いつか2人で一緒に聞いて一緒に心から笑える夫婦になれたらと思います。長文失礼いたしました。そうだね、長い。長いじゃないじゃん。長いけど、長いの長いですけど、長いは長いじゃんね。まあ、まあ女性はね、うん、まあ女性はなかなかね、うん、そうでしょうね。そうですね。まあ嬉しいですよ、こうやって聞いてくださってね。まあそれはそうですよね、うん、まあ何もあげませんけどね。それ黙ってることできませんかね。あげなくてもいいんですよ。大体あげないんですから。あんまりね、ね、バンバン出るもんじゃないです。あげませんけどとはね、うん、はい、さあだからね、はい、これね、はい、ありましたし、あとはもう、
どうなんですかね、選挙はもう、うん、今日はずっと選挙ですからね、うん、18歳の子たちも今日から、うん、そうですよ、そうです、今日の一発目です、19歳の連中も行けるということでね、そうですよね、あれ今年からの、今回からです、これからです、この選挙から18歳以上が、うんうんっていうことですよね、うん、投票できる、だからなんかよく今日のあれじゃん、そっか、今日の選挙特番とかでも18歳ぐらいのやつが出てなんか、うん、やつやな、そうですね、私も行きます、そんなバカばっかりじゃないでしょ、あ、私もあ、僕も行きます、え、私も行きます、すごいバカ、僕も行きます、お前6歳だろバカ野郎、どこの曲で、どこの曲でそれ今ありましたよ、本当にいました、そういうばっかりですよね、僕も見ますみたいな、やってましたけどもね、だから19歳と20歳も初めてですね、そうよ、18、19、ほらね、初選挙が3世代になってる、うん、私18歳ですから選挙初めてです、俺もだよ、19歳です、だからそれどこで見ましたそれ、私はもう何回目になるかね、シーンっていう滑ってるあんま見たことないですけどね、あ、そう、はあ、私も今日はあの炎天下の中、はい、行きまして、行かれたんです、うん、あのやってきました、はい、そうですね、義務ですか、バンッと書いてね、サッと入れてもう行きだねっていう感じでやりました、グズグズしない俺は、ね、もう立ち食いそばみたいな感じ、もうサッと入ってもうパッとお金ポンとテーブル500円パッと置いて、あ、行きですね、おじさんみたいな、そうだけどみんなおーって言ってた、言わないでしょ、そんな見られてる、行きだねってもうこなしがいいね投票の行きってわかんないな、昔なんか、ね、うん、安田さんがさ、はいはい、あれもうあれいくつ、もう10年ぐらい前だけどさ、うんうんうん、なんか選挙行くのめんどくせえなとか言ったことがあってさ、はいはい、いやでもやっぱり行った方がいいんじゃないのっつって、うんうん、でもまあ面倒くさいんだよなーっつって、うん、俺でもあそこだよ、あそこの投票所でしょっつって、あそこの投票所さ、うん、あれだぜ、ソーセージがもらえるんだぜっつって行ったら、うんうん、行ったらあのでっけえフランクフルトみたいな、うん、ソーセージもらえっから、うん、パン持ってった方がいいよそ挟んでもらう、マジでいやそうだ、あのドイツのなんかいいソーセージあれくれるんだぜ投票した人にはあ、そうなの、あ、それいいな、焼いたやつ食パン買って選挙投票所直接選挙でさ投票所と出口のところでさ食パン持ってうちゃう電話かかってきてソーセージ配ってねえだろかそりゃそうだよめちゃめちゃ頭悪くてさおかしかったな、挟んで食おうと思った挟んで食おうと思ってお前食パン持って全員投票所うろちょろするどこにどこでもらうんだみたいなめちゃめちゃ面白かった。あんなにお人よしないよ。いや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 。聞いてないですかね。味どこですか。焼いたソーセージだけ配るわけないだろそんなもんお前。大体誰がやる。ラジオネームケツダシエフェルト。アリエスさん、千年に一人の童顔顔こと西武ライオンズ菊池雄星投手が5歳年上のフリーアナウンサー。深津留美さんとの結婚を発表していました。うんうん、おい菊池童貞投手俺は悲しい、うん、童貞の俺はなお前が童貞で野球一筋のプロ童貞だから応援してきたんだ、うん、なのに何なんだアナウンサーとゴールインして、うん、裏切られたわ。臭い弁当屋のおばちゃんと授かり婚でもしてたら祝福してやったけどもう俺は応援しねえよ、うん、だって俺がデリハイルでハズレを引いちまってデストラーで見たらババア持て余してる時にてめえは不活アナとよろしくやってたってことだよな。ああもうこんな格差社会ヘドが出てな精子が出ねえわ。菊池反省してるならファンレターの返信に不活アナのパンティーよこせ。何言ってんの、何言ってんの結局得したいだけだ。ラジオネームワク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 短パン小僧。有吉さん、最近コメンテーターとして成長したウエンツ瑛士君がワイドショー番組で学生時代にしていた全裸勉強法という勉強法を紹介してやがりました。うん、全裸勉強法とは
夜に全裸となり机に向かう、うん、全裸だと親が起きてくる際は服を着なければならず、うん、緊張感で夜中も眠くならないということだそうです。おい、うん、テレビ戦士嘘かどうか別にいいけどよ、お前いつまで子供番組の笑い引きずってんだ机に向かったら勉強する、裸になったらオナニーする、ペン持ったら穴に入れる、これが受験勉強ってもんだよてめえら生き恥さらしのテレビ選手でもはな、カモン達夫と一緒に豚のケツに頭突っ込んだろこれいいですね、お前いつまで子供番組の笑い引きずってんだ素晴らしい、エッチ聞いてますね、素晴らしいセリフです、あげますよあげるんですかパンすごいな